はいこんにちは本郷針急性骨院の庭良です本日も動画をご覧くださりありがとうございます、えー、今日はですね、えー、腰を揉むと腰痛が悪化する明確な理由という話をしていきたいと思います、えー、腰痛の方はですねえっ、ー、と目から鱗が落ちるような、えー、内容になっておりますのでぜひですねこの続きを見てくださいはい、えー、まあ、腰痛になるとですね皆さんですね、えー、と腰を揉むと思うんですが 実はですねこの行動が腰痛を悪化させてしまう原因になってたりします意外と知られていないんですけど、えー、と腰痛できた方に対して僕たちがですねこう施術、えー、マッサージストレッチするときに腰ってほとんど触らないんですよえ腰ももないのって思うんです思われるんですけど 腰はですね、あの非常にこうデリケートな部分になってますのであんまりですねこうグッとマッサージかけたりとか、えー、グッグッとこう押したりとかですねそういった施術はほとんどしませんこれがですねなぜえと腰を触らないかっていうところなんですけど腰痛の方っていうのは腰で炎症を起こしているんですね。 なので、えー、と腰炎症を起こしている腰をこうグッグッと揉んだりするとよりりですすね、こう炎症を強くさせてしままう可能性がありますなのでですねこう腰痛の方がよくですねおそらくこう腰をですねこうやってグリ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 とこう押して揉んだりとかあとはですねこうテニスボールとかゴルフボールとかを使ってこう床にですねボールを置きその上にこう寝てこうゴリ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 自分の体を押し付けるようにマッサージする方とかいるんですけど。 実はですねその行動が腰痛をこう悪化させせてししままう原因になるかもしれませんたまにですねあの昨日の夜ですねそのマッサージ自分でこうボールをゴリゴリ当ててたら翌日も起きれないぐらい腰痛がひどくなってしまったっていう方が、えー、とラインされることもありますので、ねえー、これをもしやっている方、えー、動画見てる中でいましたらですねぜひやめてください。 はい、えー、じゃあですね代わりにどこもんだらいいのってとこなんですけど、えー、腰ではなくて腰痛の方はお尻お尻を揉んでくださいでお尻の揉む場所は、えー、とこうお尻のほっぺたって言われるこうポコッとちょっとへこんだ部分があるのでそこをですね揉んでいただくといいと思います腰骨がありますよね腰骨があって指 4本分ぐらい下に行ってちょっと後ろに行くとここにですねポコッとへこんでる部分が。 ね、あるんですねお尻のほっぺたのところがあるんですけどここをですね自分の親指を使ってこうグーッと圧迫したりとかあと、ま、ちょっとですねこう軽くでいいのでこう少しですね上下に動かしてもらったりするとちょっと痛気持ちいい場所があると思うのでそこをですねこうグーッと圧迫加えてあげるようにマッサージしていただくとだいぶ楽になると思います。あとはですね、えー、と手をグーにしててポポポポン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 こうやって さっきの部分をこうやってポン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 こうやって叩いてもらってもいいと思います、えー、このお尻の筋肉をしっかり緩めると、えー、腰痛っていうのはすごい楽になっていきますので是非ですねここのお尻を揉んで、えー、ストレッチマッサージかけてあげてください、えー、決してですね腰をグリグリ揉むことは腰痛の方やらないでください気をつけてください はい、えー、じゃあ今日はですね、このあたりで終わりにしたいと思います。最後まで動画をご覧くださりありがとうございました。またね。